今日は、岡山県の後楽園に来ています。今日はここで、ソニー α7-3 と、ジンバルウィービル S を使った撮影をしていきます。レッツゴー。後楽園入ってきました。今日のモデルはともちゃんです。キノコ生えてました。キノコちょっと迫力あるように撮りたいんで、ちょっとめっちゃローアングルで撮ってみようかな。この苔の感じとキノコの感じ、ちょっとここに水車あるので水車撮ってみようかな。どう撮ったらいいやろ、どう撮ったらいいやろ。水車の撮り方というか、水車どう撮ったらいいかなと思ったんですが、奥行きを出したかったので前傾に水車を置いて、で奥がちょっと動きが欲しかったんで、奥にその今日のモデルのともちゃんに左から右に歩いてもらいつつ、カメラはスライドで左から右に動くみたいな感じにしようかなと思ってます。逆の方がいいかな。ここね、左から木結構上に迫力があって生えてたのと、奥にねええ感じの建物あったんで、これをワンカットで収めたいけど動き欲しいから、モデルのともちゃんに歩いて、撮ってみたいと思います。めっちゃ晴れたんで歩きます。どうぞ。あ、違う、歩き方違う、思ったんと違う。どうぞ。ここ結構ね、青空バー綺麗なんと、奥にね岡山城見えて、緑も綺麗なんでね、この大きい建物ちょっと立体感なるべく出るように撮ってみます。なのでちょっと大移動してみますね。大きいものは立体感出しにくいんで、なるべく大きく移動してみます。この竹のこの地面に映ってる竹の影たちがちょっと綺麗やったんで、これを奥行き出すためにちょっと左から右のスライドで撮ってみます。続いてこの苔がええ感じだったんですけど、ちょっと苔以外に映るものが何もないんで、手前の前景に緑を持ってきて、スライダーでちょっとその前景を動かしていくみたいな感じですかね。よいしょ。休憩中です。いいねいいね。今のはこうカメラが左から右に行くと同時に被写体の目線を左右にすることで映像に動きが出る感じですね。こっから、あ、違う、こっからこう行くときに目線を逆にすることで映像に動きが出ますね。じゃあ次行きましょうか。はい、ゴー。次ね、なんかここのよくわからないお花たちがね、逆光ですごいええ感じだったんで、ちょっとレンズ変えました。 55mm のレンズ使ってちょっと撮っていますね。
これでちょっとスライダーでこんな感じ。やっぱフォーカスちょっと白い方にします。場所変えます。あ、こっちやな。で、奥に白いの入れて手前の花にフォーカス合わせてこうかな。右から左で、次ね、この岡山城が木と木の間からチラッと見えるんですけど、僕がめっちゃダサく動いてチラ見せしてみせます。フォーカスはもうマニュアルで固定にしてしますね。いきます。ダサいでしょ、めっちゃダサいでしょ。次はここ、このなんか森というか林っぽいところが結構の奥行きと影の感じかっこいいんで、次は僕がまたダサく動いてこの森の奥行き感をちょっと出してみますね。手前に大きい木を置くのがコツですね。猫、お疲れ様でした。3時間近く後楽園、撮りながら歩いてちょっと疲れましたが、ほぼ全カット9割ぐらいジンバル使って撮ってみました。まあ参考になるカットがあればいいんですが、どうでしょう。あのアドバイスとかあればぜひコメント欄の方に、投稿お願いします。岡山のね、また美観地区の方とかも今度行ってみたいと思いますので、ぜひ見てください。さよなら。